おはようございます。野良です。今回はですね、錦糸町に来ているんですけれども、錦糸町って実はめちゃくちゃ住みやすい街なんだぜっていうことをですね、皆さんに分からせてやろうと思って駅周辺の動画を撮ってきました。皆さん錦糸町っていうと飲み屋とかギャンブル風俗みたいなちょっとディープでカオスなイメージ持ってる人多いと思うんですけど、錦糸町って、スカイツリーができてからですね、観光客を呼ぶために急ピッチで再開発が進んでいてですね、だんだんと綺麗な街になってきてます。といってもまだ昔ながらの夜の街っぽい雰囲気も残っていて、錦糸町って南口と北口では全く別の顔を持ってる街なんですよね。で、北口側は綺麗な見栄えで、ファミリー層も多く住んでるようなエリアで、逆に南口側は、昔ながらの飲み屋とか風俗とか水商売ホテル街といったエリアが広がっています。で、今いるのが、北口側ですね。なのでまずは錦糸町の北口方面、綺麗な顔から見ていこうかと思います。まず錦糸町の大きな魅力のその1は買い物に困らないことですね。駅周辺にアルカキッド・オリナス・テルミナっていうショッピングモールが3つあって、さらにはパルコやマルイといったデパートも勢ぞろいです。まず北口を出てすぐ左にあるこちらがアルカキッドですね。中にユニクロとか GU、 無印良品、ダイソー、本屋といったおなじみの生活用品店から、マックとかね、レストランのフロアっていうね、ご飯屋さんも充実してます。地下はスーパーのライフが入っていて、近隣に住んでいる人は帰りにライフで買い物をしていく人が多いところですね。では駅から歩いてすぐのところにある錦糸公園にまず行ってみます。やっぱりね、北口側の魅力といえば錦糸公園なんで。あとこの映像 GoPro で撮影したんですけど、ちょっと撮影が下手すぎてですね、ちょっと斜めに映ってしまったんで、 GoPro 撮影の部分は編集で少し傾けて調整してます。駅前を走っているこの通りは北斎通りと言います。駅から見て左にずっと行くと両国国技館のある両国に着きます。逆に反対側の右にずっと行くと亀戸ですね。錦糸公園は右側にあるのでそっちへ行きます。で、右側には東京メトロの出口があります。半蔵門で渋谷まで30分とかで行けるので便利ですね。で、こちらの交差点の向かいに見えているのが錦糸公園です。ご覧の通り駅を出てすぐの場所にあります。で、こちらにそびえ立つ大きなビルはロッテシティホテル錦糸町ですね。スカイツリーの絶景が見えるホテルで、錦糸町とか浅草に観光に来た人なんかに人気があります。で、信号を渡ると錦糸町のオアシスである錦糸公園です。すでに桜が咲き始めていて人が賑わってますね。スカイツリーも見えて眺めも抜群です。公園の敷地内には子供が遊ぶ遊具の広場とか芝生の広場とか、あとテニスコート、野球場、あと隅田総合体育館で、その中に屋内プールなんかが揃っています。この動画撮影したのが3月の下旬で、ちょうど桜シーズンの始まりだったので、芝生にはレジャーシートやテントを用意して花見している人も増えてきました。一応この撮影した時、これで平日の昼間ですからね。これが4月とかの桜満開のシーズンの土日になると、もう芝生スペースが花見客で埋め尽くされるほど混み合います。公園には学生のほか子供を遊ばせているパパママの姿も本当に多くて、北口側のファミリー需要がうかがえますね。なんかこんなのどかな光景を見ると、錦糸町ってこんな爽やかな街だっけってなりますよね。そうなんです、爽やかなんです。北口側はですけどね。で、公園の先にちらっと、2つの大きなビルがそびえ立っているのが見えると思うんですけど、こちら左がオリナースタワーというオフィスビルで、右側が、墨田区が誇るタワーマンション、ブリリアタワー東京です。こちらもちょっと後で行きたいと思います。で、公園の右側はスポーツスペースが充実しています。目の前に見えている白い建物は墨田区総合体育館です。地上5階建てになっていて、アリーナ、屋内プール、ランニングコース、トレーニング施設、道場、あとカフェレストランなんか一通りの施設が揃っています。その手前にあるのはテニスコートですね。
こちらも計4コートあります。で、その向かい側は、野球場兼サッカー場ですね。ここでは社会人野球やってたりとか、あと少年サッカーの練習とか試合とかがよく行われてますね。こちらの活気のある声援が飛び交うと公園も一層賑やかになって、なんか楽しい感じになります。では公園を抜けて、北口側の2つ目のショッピングモールであるオリナスへ向かってみます。オリナスは地下1階、地上4階建てで、ショッピングのお店とかフードコートをはじめとして映画館やニトリ、ヤマダ電機、スーパーも入っているので、オリナスだけでも買い物には困らないレベルです。で、その真横に建っているタワーマンション、ブリリアタワー東京を挟んで A 館 B 館みたいに2棟建ってます。で、こちらが墨田区自慢のタワーマンション、ブリリアタワー東京のエントランスです。もう見るからにおしゃれですね。なんか聞くところによると有名人が住んでるという噂もちらほらあって、ね、隣駅が両国国技館のある両国なので、相撲さんの有名な方が住んでいたっていう話もあったりなかったり、ね、マツコデラックスもテレビで老後は錦糸町にタワマン買って住みたいってなんか言っていて、まあ、錦糸町のタワマンといえばここじゃないかなって感じですね。マツコの番組で錦糸町って結構特集されていて、なんかどうも錦糸町好きみたいですね。せっかくなのでオリナスもちょっと入ってみます。なんというかララポートのもう少し小さいバージョンって感じですかね。最上階には東方シネマズが入っています。錦糸町に住むと映画館まで歩いてすぐ行けるのがいいです。僕も近くに住んでいた時はレイトショーによく行ってましたね。ちなみに錦糸町は南口側にももう一つ東方シネマズがあります。3階には大きいフードコートがあります。ペッパーランチとか丸亀製麺、リンガーハット、あと僕が好きな麺どころ直久っていう美味しいラーメン屋さんも入っています。こちらはなんか面白そうだったガチャガチャの森。こちらは古き良き懐かしい駄菓子が集まった一丁目一番地という駄菓子専門店です。こちらニトリも入ってます。新生活に必要な家具は全部揃います。下の階にはヤマダ電機もあります。ぶっちゃけ南側にヨドバシカメラがあるので、ヤマダ電機はあんまりお客さんいないですね。僕も普通にヨドバシ行ってるんで。で、お子様がいる方にも安心ですね。トイザラスやベビーザラスも入っています。こんな感じでマジでオリナスさえあれば買い物に困ることないんですね。そしたらちょっとオリナス出まして、ここで個人的な錦糸町の魅力ポイントの紹介ですが、錦糸町って銭湯サウナが多いです。ここオリナスを出て押上の方ですね、北の方に進むと黄金湯という銭湯があります。こちらクラウドファンディングを利用して大規模リニューアルした銭湯で、 SNS で大きな話題になりました。人気で客が多い割にサウナがちょっと狭いのが難点なんですけど、安いし綺麗だし中でビールも飲めるので、錦糸町に住んだら定期的にお世話になる銭湯ですね。ではちょっと錦糸町駅の北口に戻りまして、今度は両国方面の街並みを見てみます。この駅前の北西通りにも、居酒屋とか松屋とかバーガーキング、ラーメン屋、弥生軒など多くの飲食店が並んでいます。この辺から右に曲がると賃貸マンションが多く建ってますね。錦糸町に住むなら北口側のこの辺のマンションが結構おすすめです。北西通りを進んで数分のところにある交差点からはスカイツリーのタワービューが見えます。ここスカイツリーのある押上までまっすぐ伸びている通りで、タワービューっていう名前の通り、スカイツリーが綺麗に見える観光スポットですね。夜間にスカイツリーがライトアップされるとめちゃくちゃ綺麗になります。前はね、外国人の観光客の方が多くてよくここで写真撮ってたんですけど、コロナ以降はめっきり見なくなってしまいましたね。この通りのすぐ左側にはデザートラボっていう古民家を改装したおしゃれなスイーツ屋さんがあります。ここ2020年3月にオープンというね、開業した途端にコロナ直撃っていうかわいそうな感じではあるんですけども、
時々店の外まで並んでる様子もあったので人気ありそうです。そしてその斜め向かいにはコンパクトなサウナ、銭湯があります。ここの銭湯ね、タトゥー禁止がなくて、入ると全身にお絵描きのあるその筋のお客さんがめっちゃ多いんですけど、駅近ということもあってさっと来れるので結構人気があります。あとね、休憩スペースで漫画が読み放題なんで、そこも見どころですね。では北西通りをもう少し両国方面に進んでみます。この通りには東武ホテルとかスーパーホテルっていった宿泊施設も結構建っています。その先の交差点を渡ると親水公園っていう仕上げ方面まで続く長い長い公園があります。この辺まで来て錦糸町駅から徒歩10分ってところですかね。ここから先、錦糸町と両国の間のエリアもマンションが多くて非常に住みやすいです。錦糸町が住みやすいというのは公園とか繁華街があるっていう点もさながら、山手線沿いに比べると家賃相場が安くてですね、まあ安いって言っても都心に比べてっていう話なんですけど、都心に負けないぐらい栄えてて、駅近に公園とかも多くて、ファミリーでも暮らしやすくて、それでいて都心より家賃相場も安い。しかもアクセスも良くて、渋谷、新宿、新橋、東京駅、あと横浜まで全部一本で行けるアクセスの良さ。もうこう考えると錦糸町最高じゃないですか。どうですかね。はい、という感じで今度は錦糸町のディープな顔を持つ南口側を見に行きたいと思います。こちらが錦糸町駅の南口改札ですね。駅自体がテルミナというショッピングモールと一体になってます。ぐるっと見渡してみると、パルコと丸いがありますね。まあ、つまり最初にも言いましたけど、錦糸町は駅周りにアルカキット、オリナス、テルミナ、パルコ、マルイという5つのショッピングスポットがあるわけですね。なので錦糸町で買い物に困ることがまずないです。なので外に出ないですね。駅と一体になっているテルミナにはヨドバシカメラも入っています。1階から3階フロアでそこまで大きい店舗じゃないですけどね。あと地下にはスーパーが入ってます。で、駅を出てすぐ横のピア錦糸町の通りは飲食店とかキャバ系のお店が並ぶスポットですね。ここ飲食のキャッチとか夜のお店系のキャッチが立ってるので、入り口に警察の人とかが立ってたりして取り締まりがね、警戒されてます。鳥貴族とかドマドマとか牛角とかおなじみのお店も多数あるので、錦糸町の居酒屋で安く飲むならこの辺りですかね。割と最近できた銀だこハイボール横丁です。ちょい飲みしたい時はもうここしかねえだろって感じのお店ですね。大好きです。では駅に戻って今度はパルコの方へ行ってみます。このパルコは2019年にできたばかりの新築ピカピカです。中には錦糸町で2個目の東宝シネマズが入ってます。あと同じビルの最上階には男性専用スパサウナの楽天地スパが入ってます。先に紹介した黄金湯みたいな銭湯ではなくて、もう少しグレードの高い1回2000円くらいするスパですね。レストランも入っていて、金曜日の夜とかサウナ入って一杯やりたいスポットですね。男性専用です。で、パルコの地下には24時間営業の声優も入ってます。24時間営業はポイント高いですね。南口側の住人たちは多分ここ使ってるんじゃないでしょうか。僕はあまりパルコは行かないんですけど、中に唯一よく行く店舗があって、それがこちらの無印良品です。ここワンフロア丸々でめっちゃ広いんですよね。で、僕最近ようやくですね、多少は肌に気をつけようってことで化粧水を使い始めたんですけど、なんか YouTube かなんかでローランドが無印の化粧水と乳液使ってたのを見て、僕も真似して無印の使ってます。こんな感じで入り口にドンと並んでるように無印の化粧水って結構評判高くて人気みたいですね。そしてこの無印カフェも入ってるんですよ。2階にスタバが入ってるんですけど、スタバっていつも混んでるんで、こっちのね、無印カフェの方が実は穴場です。雰囲気も落ち着いていて気に入ってますね。そしてこの無印と同じフロアに東宝シネマズも入ってます。
ではパルコを出まして、歩道橋で丸井の方へ移ります。左手に見えるガラス張りのビルには飲食店が多数入ってますけど、こちらも再開発によってつい1年前くらいに完成したビルですね。新しく完成したパルコと合わせて南口側もだいぶ洗練されてきたというか、綺麗に再開発が進んでいる印象です。そして丸井の手前にですね、行列のできる魚屋さんとして有名な魚虎っていうお店があります。こちらマグロのぶつ切りが看板商品みたいですね。そして丸井です。正直周りにパルコとかオリナスとかアルカキットっていった賑やかなモールがたくさんあるんで、なんかね、昭和の香り漂う丸井にはあんま来ないんですけどね。僕にとって錦糸町丸井の価値は本当に2階に入ってる米田だけですね。米田オンリー。米田は神です。そしてこの丸井の裏あたりから、いわゆる昔ながらの錦糸町といいますか、ホテルとか風俗が集まった夜の街が広がっています。ちょっとですが、そちらも行ってみますね。こちらは錦糸町ウィンズ、都内屈指の大きさを誇る場外馬券売り場ですね。多分今のアラフォーとかそれ以上の世代の人は、錦糸町っていうと飲み屋、競馬、夜の街みたいなイメージ持ってると思いますけど、まさにその通りで、南口には競馬親父とかギャンブル親父がわらわらといます。でもう一本奥の方へ入っていくと、この辺りから一帯は、風俗系、キャバクラ、外国人パブ、ラブホテルといった夜の街が広がります。夜になると、それこそ黒服の方たちがたくさん道に立っていてですね。というか、このエリアは江東橋っていうエリアになるんですけど、この辺の犯罪件数が確か歌舞伎町とそう変わらないレベルなんですよね。なので、この江東橋のエリアは夜に女性が一人で歩くのは正直お勧めしないです。なんで、錦糸町って治安悪いよねっていう話を聞いたら、大体このエリアのことだと思っていいです。あと、錦糸町に来るとすぐわかるんですけど、錦糸町って外国人がめちゃくちゃ多いです。特にアジア系の外国人が多くて、錦糸町駅周辺のコンビニの店員なんて、多分もう6から7割くらいは外国人のイメージですね。なんか出稼ぎに集まってきてるのか、あるいは隣の江東区に日本語学校が集まってるらしいので、その影響なのか、もうね、ここって日本だっけって思うくらい、錦糸町って外国人が多くて、その雰囲気も治安が悪いイメージにつながってるかもしれないですね。この辺の南口にも黒人がいっぱい立ってるんで。なので、外国人パブがめっちゃ多いですね。で、あと、風俗だと、ピンと、デリとホテル系が多くて、なんでこの辺はホテルだらけの世界になります。なんで最後に錦糸町の夜のホテル街の風景流しておきますね。で、南口側がこんな感じの、風俗街っていうかホテル街なので、南口側のマンションは北口に比べると家賃相場が少し安いです。僕も以前錦糸町に住んでた経験ありますけど、不動産屋さんでマンションとか探すときに、このマンション綺麗で安くていいなって思ったら、だいたい南側のマンションなんですよね。といっても、駅から徒歩15分くらい離れると、住吉っていう隣駅のエリアになるので、そこまで行くと問題ないんですけど、錦糸町から帰ろうとするとどうしても風俗街を通る羽目になるので、その辺考えるとやっぱりうーんってなりますよね。なので、もし錦糸町に住むのであれば、やっぱり北口側の方がおすすめですね。はい、という感じで、今回は錦糸町の街並み、駅周辺だけですけど、紹介してみました。ご覧の通り、錦糸町は再開発が進んでいて、だんだんと綺麗な街になってきているのが少しは分かってもらえたんじゃないかなって思います。南口側の一部はまだディープですけど、北口側は本当にファミリーも多くて住みやすい街です。買い物にもグルメにも全く困らなくて、都心のあらゆるところに1本で行けるほどアクセスも抜群に良くて、しかもディズニーまでバスも通ってますからね。
僕はずっと東京育ちで、最近は錦糸町をはじめとした下町方面にずっと住んでますけど、東京に住むならこの辺が一番住み心地がいいんじゃないかなって思ってます。じゃそんな感じで今回はこの辺で終わります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。